普通に船が横断してます。なんかめっちゃシュール。牧場買ってよかった。あらけた、どうも、ナミです。今日はどこに来ているかというと、じゃん、ボートレース江戸川です。イエーイ。あ、ここはね、先月私のパピーと一緒に初めて来たんですけど、その時に私のパピーは大勝ちして、私はちょっと負けちゃって、ちょっと苦い思いしたんですけど、今日の 朝4時にアルゼンチンとクロアチアの大会で、ワールドカップで私の大好きなメッシがいるアルゼンチンが優勝したので、もう絶対今日は勝てると思って、そのリベンジをちょっと果たしに個人的にやってきました。個人的にはやってきてないけど。そして見てください、すごい快晴です。やっぱり空も神様もメッシのことを祝って、こんな快晴にしてくれました。ちょっと頑張りたいなっていうふうには思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。なんだこれ。ヤギさんがいます。ヤギさん、なんだ。このヤギはハズレ投票券を食べます。あなたの心にある悔しさを食べて幸運をもたらすドリームゴートです。夢のヤギさんらしいです。なんか前に負けた船券があるので、ちょっとなんか入れてみようかなって思います。食べて。なんかめっちゃシュール。もうちょっとムシャムシャするのかと思って。あ、食べてくれた。ヤギさんに船券を食べさせてあげました。5万円です。見てください、このレース場も本当にもう川にあるみたいな、顔の堤防にある感じですね。波とか風に影響されやすいので結構難しいって聞くんですけど、今日初日なので余計難しいので、ちょっと当てる自信はあんまりないんですけど、アルゼンチンパワーでなんとか今日は乗り切っていこうと思います。近いと。なんか今までのボートレース場より距離がすごい近い気がします。このレース場と観覧席の、なのでいつも以上に迫力満点ですね。見てください、あそこやっぱ川なんで普通に船が横断してます。船の航路にボートレース場があるって面白いですね。見てください、あそこにボートが運ばれてます。見えますか。日本で唯一ボートを機械で運ぶ搬送機というものらしいです。初めて見ました。江戸川一回来たことあるんですけど、なんか今日は新しい発見がいっぱいですね。初めて知りました。すごいなんか迫力ありますね。おー、面白い。迫力とかいろいろ堪能できたので、この後もかけていきたいと思います。それではレッツゴー。わー、見てください、堤防のスタンドの方もすごかったんですけど、なんかめっちゃ綺麗なところに来ました。めっちゃ綺麗。わー、ここがプラチナルームっていう特別なエリアらしいんです。プラチナルーム、なんかかっこいいですね。今日は特別にここでレース見ていいですか。やったもうここら辺も、もう全部こうガラス張りなのですごい見やすいですね。めっちゃテンション上がってくる。まだ全然初日なんで
情報が少なくてもうちょっと分かんないんですけど、ちょっとさっと展示見ていろいろ決めたいと思います。どうしようかな。ボックスで買うか、もうちょっといつもと違う買い方にしてみたい気持ちもあるんですけど、1525が今人気なのかな。波硬質、波に乗るのが得意な選手じゃないでしたっけ確か。最初安牌でもいいのかな。135のボックスの6点と1546の2点計8点にしました。ちょっと個人的にはあの安牌しすぎるかなと思ってるんですけど、ボックスにするときはもうちょっと穴狙いのときとかにした方がいいのかなとか思いながら、でもちょっとまだ今日80レースなので私はちょっと様子見のボックスにしました。このレースを見てちょっと次の買い方また考え直そうかなって思います。ボックス買いにするのかちょっといつもと違う買い方にするのか決めたいと思います。5レース目はこれです。135ボックス1546の8点にしました。お願いします。5号艇の選手頑張れ。5 1315 5号艇の選手、いやどうだろうな。おっと135だ。2号艇の選手が135、お、5でもいいよ。135ボックス買ってるんでいいよいいよ、全然いいよ。よし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 、135153でもどっちでもいい、531でもいい、351でもいい。よし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 、いいぞ。初っ端から最先いいですね。イエーイ、やったー、135当たりました。ボックスで買ってよかった。次アンパイの時はボックスだけにしようか。お、9倍、990円。それでは勝ったので換金していきたいと思います。4900、見えますか、4950円、換金しました。次も当てていきたいと思います。頑張るぞ。展示タイムは5号艇の選手が一番速い、波乗り校舎が2、3、5、2号艇3号艇5号艇の選手なので、5号艇の選手は絶対やっぱボックス買いの方がなんかいい気がするんですよね。なんかなので5号艇の選手は入れて、残り2つどうしようかな。さっきは2000円かけたんですけど今回は3000円にします。3号は硬いのかなって個人的には思ってます。でも2号艇の選手東京支部なんですよね、そこがちょっとあれなんですけど、235のボックスと3516の8点でしました。江戸川はちょっとまだ分かんないんで、ね、あのすぐにギリギリで着順とか買ったりするのでどこが来るか分かんないので、当分ボックス買いでいこうかなって思ってます。お、3号艇の選手が速いぞ。2、3、5、2、3、5、どうだ？1号艇の選手どうだ？
おっと、ニンニゲかな。あ、5号艇の選手来た。あ、4? 5号艇、黒崎、バックストレッチへと抜け出しています。5号艇選手頑張れ。5行け、5行け。5、5、5、5。中野と追走、スタートは天然成長です。そう。いけいけ。よし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 。5、5、3、5、3、5、3、5、4がない、4がない、4がないです。4は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 ないです。4号艇の選手もうちょっと遅くていいよ。これでラストですか。はい。わー。爽やか系ですね。ただいま先輩レーサーに頭から水平へと飛び込んでおります。めっちゃ寒そう。たくさんのご声をお願いいたします。高井選手おめでとうございます。パチ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 。わあ悔しい。でも3、4、5か。ちょっと買い方だいぶ変わりそう。今結構風強いんですもんね。強いと出足の良さが影響するってことですもんね。1、3、4のボックス。4号艇の選手も結構わかんないですよね。出足もいいし波乗りこうじゃ波硬質も二重丸ついてるので、もともとイン頭で考えてたんですけど、6レース目を見て伸び足出足重視みたいなこと書いてあったんで、うーんと思いながらボックスで買おうかなって悩んだんですけど、でもやっぱりその先ほどスタート展示見た時に1号艇の選手のスタート展示タイムも良かったですし、モタとかも伸び足はいいんで、出足がいい3号艇と4号艇の選手を2着1、3、4で来るとして、で後ろは2、3、4、5の6点にしました。で残り2点はちょっと穴狙いなんですけど、5号艇の藤田選手もうちょっと入れたいなって思ってたので、15153の8点にしました。先ほどの6レースはヤギに食べさせようと思います。1342345の6点と15153の8点にしました。7レース目はまあさっきよりはちょい自信あるかなみたいな。まあ6レース目もちょっと自信はあったんですけど、データが少ない中難しい。江戸川はやっぱり分からないんで、次当たったらもう最高ですね。ちょっと負けた分は回収したいなって思います。逃げインで逃げてください。インで逃げてください。よし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 。おっと1515来てる。4号艇の選手は4号艇の選手来るな。2着ならいいよ。145ある145ある145ある。わーわーわー跳ねちゃった。よし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 。1114145ある145ある。145あるよ。あ、4号艇の選手ちょっと早いな。4号艇の選手ちょっともうちょっと遅く、もうちょっと遅く、もうちょっと遅くして。よし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 。145。ああ、どうだろう、わかんないな。わかんない。これは届いてくるかどうか。逃げて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 。145あるよ。415はないから。お願いお願い。よし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 。レースは2周の2マークです。よしよしよし、流されないで。よし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 。おっとおっとおっと。あ、よしよしよし。145、145ある、145ある、145ある、145は200円かけてます。
一四五。お願い。手口の俊介、状態系は一番四番だ。これでラストですよね。トップで1号艇、ラストですよね。よしよし。よしよしよし。一四一四。五ある。よしよしよし。やったー。よっしゃー、一四五。やったイエーイ、勝ちました145。よかった、逃げてくれた。ボックスにしなくてよかった。ふぅよし、やったー。よしよし、ちょっとでもお金が戻ってきました。嬉しい。とりあえずあのプラスの収支で終われたので、後半戦も頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。うわ、岩手の選手頑張って。プライベートで来るときは最終日に来ます。